みなさん、こんにちは。交通インフラ研究所です。今回は山陰自動車道の鳥取県区間について。国土交通省中国地方整備局のウェブ資料及び。ウィキペディアの情報をもとに検討します。山陰自動車道は。鳥取県鳥取市から島根県を経由し。 山口県下関市に至る高規格幹線線道道路の路の名ですす略称は山陰道と呼ばれています高速道路ナンバリングによる路線番号は京都縦貫自動車道、山陰近畿自動車道とともに E9 が割り振られています中国自動車道、山陽自動車道に次ぐ中国地方東西軸の高規格幹線道路でおおむね日本海沿いを通り 国道9号と並行しますが、増田市伊勢は国道9号から離れ、萩市、長門市を経由します。山陰地方の各都市、鳥取市、倉吉市、米子市、安木市、松江市、出雲市、大田市、豪津市、浜田市、増田市、田市萩,市萩市、長門市を結び、下関市に至ります。国道9号や山陰本線とは異なり鳥取県が起点で、 近畿地方には直結しません山院自動車道、山院近畿自動車道、京都縦貫自動車道の3つの自動車道で、山院地方を縦断する広域道路ネットワークを構成します。未開通区間や暫定に車線区間が多いことから、中国横断自動車道と中国自動車道が利用されることが多いですが、開通区間の増加や負荷車線の設置に伴い、 緩やかに交通が転換しつつあります今回は鳥取県区間の状況について確認していきますまずはじめに結論から確認していきます鳥取県区間の参院自動車道は2026年度に全線開通予定です暫定に車線区間の4車線化は現状の交通量を考慮すると一部区間を除き必要ありません 次に道路概要について確認していきます鳥取県の高規格道路は山陰道を中心に兵庫県北部とつながる山陰近畿自動車道岡山県とつながる鳥取自動車道と与那子自動車道北条湯原道路甲府三吉道路などがあります山陰自動車道の鳥取県区間の概要は延長が88.0キロメートル 管理者は国土交通省、料金は無料となっています。次に、道路詳細について確認していきます。山陰自動車道の鳥取県区間は、鳥取インターチェンジから米子西インターチェンジまでの区間で、次のような道路名称が付けられています。最も東側は鳥取西道路で、起点が鳥取市元高の鳥取インターチェンジ。 終点が鳥取市青谷町青谷の青谷インターチェンジ。延長は1 9 3トル暫定2車線で、設計速度が時速1 0 0トル制限速度が時速7 0トルとなっています。次が青谷、ハワイ道路で、起点が鳥取市青谷町青谷の青谷インターチェンジ。終点は東白郡ゆり浜町ハワイ長瀬の ハワイインターチェンジ延長が13.2キロメートル暫定2車線で設計速度が時速100キロメートル制限速度が時速70キロメートルとなっています北条道路は起点が東白郡百合浜町ハワイ長瀬のハワイインターチェンジ終点が東白郡こと浦町付きの下の大英東白インターチェンジ 延長が 13.5km 設計速度が時速 100km で事業中となっています。2026年度開通予定です。東白中山道路は起点が東伯郡。小東浦町月の下の大英東伯インターチェンジ終点が西白。郡大仙町、八重の赤崎中山インターチェンジ延長が 12.0km。 暫定2車線で設計速度が時速 100km。制限速度が時速 70km となっています。中山縄道路は、起点が最白群大船町、八重の赤崎中山インターチェンジ。終点が最白群大船町、下市の、縄、ヨ淀江道路接続点。延長が 4.3km、暫定2車線で、 設計速度が時速100キロメートル、制限速度が時速70キロメートルとなっています。縄・ヨ淀江道路は、起点が最白郡大山町、下市の中山・縄道路接続点、終点が最白郡大山町、安原の淀江インターチェンジ、延長が12.1キロメートル、 下市接続点から大船インターチェンジ間が暫定2車線。設計速度が時速 100km、制限速度が時速 70km。大船インターチェンジから淀江インターチェンジ間が4車線で、設計速度が時速 100km、制限速度が時速 80km となっています。米子道路は、起点が最白郡大船町安原の 淀江インターチェンジ終点が米子市印田町の米子西インターチェンジ延長が 13.6km 淀江インターチェンジから米子東インターチェンジ及び米子ジャンクション間が暫定2車線で設計速度が時速 100km 制限速度が時速 70km 米子東インターチェンジ及び米子ジャンクションから 日野川東インターチェンジ間が4車線で設計速度が時速 80km、制限速度が時速 60km。日野川東インターチェンジから米子中インターチェンジ間が暫定2車線で設計速度が時速 80km、制限速度が時速 60km。日野川東インターチェンジから米子南インターチェンジ間への付加車線設置が事業中です。 与那中インターチェンジから米子西インターチェンジ間が4車線で設計速度が時速80 k m 制限速度が時速60 k m となっています次に今後の予定を確認していきます山陰自動車道は2026年度に北上道路が供用開始され鳥取県内の山陰自動車道が全線開通予定となっています 日野川東インターチェンジから米子南インターチェンジ間への付加車線設置が事業中です。米子道路の全線4車線化の事業化が計画されています。周辺道路では、米子市から境港間の検討促進や、山陰道から鳥取市福部町間の山陰近畿自動車道の検討促進が謳われています。山陰道の現況としては、2015年度調査で、 企業誘致数と観光客数の増加効果があったとされていますまた現状の交通量を考慮すると暫定に車線区間の4車線化は一部区間を除き不要と考えられますまとめになります鳥取県内の山陰自動車道は2026年度に北条道路が供用開始され全線開通する見込みで 鳥取県区間全線開通に向けた大きな障害はないとみられます与那子道路の全線4車線化の事業化が計画されていますが日の川東インターチェンジから与那子南インターチェンジ間のみが事業中です暫定に車線区間の4車線化は現状の交通量を考えると一部区間を除き必要ないと考えられます最後に もう一度結論を確認しておきます。鳥取県区間の山陰自動車道は、2026年度に全線開通予定です。暫定に車線区間の4車線化は、現状の交通量を考慮すると、一部区間を除き必要ありません。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。